どうもブス島です。なんか夜中にいつも撮ってるもんで、なんかいつもの声となんか聞いてて編集して違うなと思って、ね、なんかイライラしてます。まあいいやとりあえず進めていきましょう。そういえばゲームソフトを買いに美容室に出たところからスタートになります。では早速進化、やっぱりビッチカメラとかトドバシカメラとか量販店だろうなこれは隠してあるけどビッチカメラはダメだろうまあ昔ね、そのトドバシカメラさんの方でもう本当によく並んでドラクエとかは買ってたのがね、新聞記事になったりしてましたよ。そういえばい病院の廊下だ。さすがにこの時間は人影はない。誰か今からファイナルウィザード2が買える店知りませんか。シーン、やっぱりアホですね探知。今月の標準語、廊下は静かにだどこへ行くべきか、とりあえずここにいてもしょうがないけど、まあ考えましょう。そういやそういう店はすでに整理券を発行してて、並んでも無駄だということも、そう整理券もね、昔ねカレンダーの裏とかに番号書いてるだけってのありましたよ。そういや、しかもねカレンダーのでかいの持ってきてちぎりながらそこにねマジックでこう店員さんがね番号書いてねなんか配ってたの記憶にありますよ。ちょっとどこだか忘れちゃいましたけど、ある電気屋さんですよ。ああ、これは誰か秘密の穴場知りませんか。トントンカンカン、ん？なんだこの音は。ちょっとなんだ見てみっか。どこからともなく物音がするが、周りには誰の姿もない。これはもしや伝天堂病院の七不思議。なんかこれも伝天堂っていう名前はまあゲーム内だからいいけど、まあなんかあの大きい病院の名前を思い出しますねトントンカンカン、誰もいない廊下に怪しい音が響いている。ああこれは一緒か、ムーブかな。ああこれも違うな、シンクかな。この音は一体、博士の実験室は地下の奥だし、博士以外にこんな夜中に怪しい音を出すやつといえば、はっ、もしや黒十字団のコマンドナース。どうしようだあ、俺はキララを守ると決めたんだ。こんなことでビビってどうする。行くぞ、ほらムーブじゃ。音のする方へ行ってみよう。どうやら裏庭の方だな。お、シーンが変わりましたね。はーん、こんばんは、謎の女の子。こんばんはこんばんはですね、これね。ヒヒーン、馬、うん、なんか見覚えがあるけどツッコミはやめときましょう。ここはどこ。ここは病院。 I can to understand? I can to understand か、わかりにくいな。馬がいる、女の子がいる。馬は足毛、女の子はなかなかの巨乳。やっぱり見るところはそこか。やっぱり見れねえよな。よいしょ。ちょっと何をやってるんだこんな夜中に。マイネルシルバーの小屋を作ってるんです。キラキラじゃねえよって感じだね。あ、同じか。何をすればいいのやら。病院に勤務する者としてはこの状況を見過ごしてはいけない。てか病院に動物ダメだろう、そもそも。この辺も吹っ飛んでる設定だな。やっぱり馬の名前はマイネルシルバーというらしい。だあそんなことはどうでもいいぞ。まあもう動画、清潔第一の病院の敷地内になんで馬小屋なんかを作ってるんだ。あーでも動物ダメって言ってもセラピードッグとか今いますからね。あれね可愛いですよセラピードッグ、本当に。モフモフしたい。馬がいる、女の子がいる、同じじゃん。
あのな、ここは病院、清潔第一だぞ。それに誰に断って。スライムみたいな顔の院長さんが許可してくれたんですけど、この謎の女の子、ディープカップかなっていうのはやめなさい。もう、まあいいですね。でも、あ、秋葉原博士がな、バカな、ごめんなさいね、夜中にうるさくしちゃって。でも時差ボケ治らなくて、いいカップかもしれない。ちょっとまあ文字大きいと思いますね。マイネルシルバーはヒヒヒン、馬ですね。謎の女の子、ジュルジュルじゃねえよ。もうすぐ終わりますから許してくださいね。以上、全年齢対象、前から何回も言ってるけど全年齢対象の作品ですよこれ。許すって言っても、あ、同じですね。秋葉原博士、何を考えてるんですか。よく見るとなかなか可愛い女の子だ。一体何者なんだろう。もし秋葉原博士の娘とか言ったら、俺は金輪際遺伝子の存在を認めない。まあ、あのスライム顔からこれは無理だろうな。そもそも博士って結婚してんのかな。で、君は何者なんだ。あ、紹介が遅れてごめんなさい。私は白馬かな子、白馬かな子って言います。なんか、まあ性格的には好きかな。明日からナースとしてこの病院に勤めることになりました。キラキラ。マイネルシルバーは私の大切なお友達なんです。キラキラ。お友達。まあいいや、詳しいことは明日聞くことにしよう。うん、マイネルシルバーはかなりの血統なんですよ。お母さんがホワイトノリピーで、ホワイトノリだ、もう今もうノリピーですよね、もうこれ。馬の血統には興味ないけど、あ、もう猫、ね、やっぱり際どいな、テキストだけでも。そうか、深刻な看護婦不足を解消するためにはそこまで認めてやらないといけないのか。全国の女子高生諸君、君も白衣の天使を目指そう。患者さんが元気に退院していく感動は他では買えないぞ。いや、それはどんな仕事でも同じっすよ。うん、あのね、もう仕事のあのね、達成感ってもうどんなもんでも一緒ですね。可愛い女の子だが少し頭が弱そうだな。でもキララといい、この子といい、ちょっとねえ、残念な感じですね。まあ明日から楽しみだな。手取り足取りいろいろ教えてやろう。こいつほんととんでもねえやつだな、おい。うひひひひ、ほんとどうしようもねえな。 いかん、俺にはキララという恋人がいるのだ。あ、もう恋人になってんだ。カップルなんだ。やっぱバカすりゃいいのな。うん、あ、でも勝手に決めてるやつって書いてるから違うんだよな。そうだよな、違うはず。ここに勤務するナースということならお近づきのご挨拶をしたいもんだ。はっ、俺はいつからセクラ親父になったんだ。いや、ずいぶん昔からそうですよ、あなたは。うん、こんなところで油を売ってる場合はないような気がする。なぜか足が止まってしまう。シンク、そうか、あ、同じか。トークかな。じゃあ、あなたドクターですよね。ああ、内科小児科の電波探知っていう名前、そう、名字電波だこいつ。そういえば電波探知ってでもすげえ名前だな。今改めて思いますとね。わあ、内科小児科ですか。実は私そこに配属なんです。あ、そう、はは、よろしくね。かっこいい先生と一緒で嬉しいです。そうだ先生、お近づきの印に一杯やりません。一杯。ええ、日本の会社はお酒&カラオケが大切だと聞きました。間違った情報だよそれは。もうすぐ小屋作りも終わりますから。なこと言ってもこの時間にこの辺りで空いてる店なんてないぞ。私の部屋じゃダメですか。まだ引っ越したばかりで散らかってますけど、これ完全に
誘ってるっていうかクソビッチじゃねえかよそうだな、タンチ、お前はゲームソフトを買いに行くんじゃなかったのか。お前はこの時間に部屋をこの時間に部屋に男を誘う、それってまさにスウェーデン状態、やっぱりこれって誘ってることだよな。あ、ちょっと焦ってますね、タンチ。スウェーデン食わぬは男の味と言うし、いや俺の過去の記憶が蘇ったぞ。図に乗ってついていくと黒十字団のコマンドだったりわけのわからない罠だったりするんだ。あ、ちょっと学習してる。待てよ、高潔に入るんずば孤児を得ずという言葉がある。しかし君子危うきに近寄らずという言葉もある。もう目くそ鼻くそとかね、もうちょっと違いますけど、もう二度あることは三度あるもあるしね、三度目の正直っていうのも矛盾してますよね。それよりもそれよりも俺はキララに頼まれた重大な用事があるんだ。病に伏せるキララのためにファイナルウィザード2を手に入れるのだ。そうそうそう、忘れてないですね。悪いけどちょっと仕事を頼まれることがあってさ、今から池袋か新宿か秋葉原まで行かないと。そうなんですか、お仕事じゃ仕方ないですね。また今度誘ってもいいですか。あ、よろしく。いや、もうそれじゃ夜遅いからほどほどにな。はーい。あ、可愛らしい子ですね。ヒヒヒーン。今はなんか好きでそうな顔してんな。でも夜だったんだよな確かな。これさ、あの絵見てわかります、やばそうなのすごいありません？ちょっと左の方にちょっと違うんですけどこれすごいな。そう、あのそれで本当にあのゲームとか待ってる時って本当に麻雀やってるやつとかいましたよ。そう、あとテレビのクルーとか本当に取材来てましたね。へへへ、今さら並んで買えないぞ。やっぱ徹夜で並ばないとな。しかしこんなに並ぶとは。この超入手困難なゲームを手に入れたということでキララもきっと喜んで元気になってくれるだろう。そしてそして、タンチありがとう、これは俺の印よ。チュー、そんなうまくいかねえんだよ。まあこの辺が昭和臭いっすよねあれもう平成だったかな。んちって、まあ幸せ妄想だなおい。いやしかしこの絵見れば見るほどやべえな、これ絶対、しかも池袋だろこれ。一刻も早く病院に帰ってキラの喜ぶ顔が見たいもんだ。すっかり夜が明けている。あ、もう夜が明けたら並び終わった状態なのか。それにしてもこの行列、いかに日本人が行列好きとはいえ、何が彼らをここまでと駆り立ててしまうのか。そりゃいち早くゲームをやりたいから。当時はねインターネットもね全然なかった時代なんで、よくあんなもん攻略できたなっていうのいっぱいありますよ。ゲーム突撃ロボーター、若宮ゆきえです。ファイナルウィザード2買えましたか。わはは、当たり前です。1週間も前から泊まり込んでましたよすげえなそれは。どうだ、俺は買えたぞ、ウヘヘのヘで。これであの持ってるやつ分かると悪党がねこう寄ってきてね、カツをあげちゃうんですよ。そういうね、そういうのを巻くまで小学生よく見ましたよ。なんて真似はしない方がいいな。うん、そうそう。あとね、当時はね、そうだな、エアマックス狩りとかもね、なんか渋谷とかではあったみたいですね。そういえば、エアマックスってあの靴ですよ、靴。大体ね、渋谷の駅に向かって歩いてくるサンダル履いてると、まあ、そいつは狩られたな、みたいな感じのあれがありましたね。ずいぶん古い話ですけど。俺は伝天堂病院へキロを急いでいる。愛するキララのために急ぐのだ。ああ、この辺は同じか。とんでもない行列だが、これが世の中平和な証拠だな。ああ、いた、やめてよ。うるせえ、いい加減しろよな。あ、なんかガキ？あら、あら、ちょっとこれ、幸せ画像じゃないですか、これ。ちょっとしかも制服がなーずみたいな感じですよねこれ。だからそこはなあなあってことでね、いいじゃないか、私一人ぐらい。
これだからオバンは困るんだよ。順番に割り込む、信号は無視する、電車の座敷に荷物を置く、ゴミは分別しない、それからオバンですって。そりゃ私はだけど心の永遠はセブンティーンなのよ。痛い人だ。あの昔ね、いましたよ、あの中学校の頃にね、なんか年々ねどんどん若返っていくね先生いたんですよ、数学の先生で。いや今考えると頭おかしいんじゃないかみたいな感じはしますね。まあおばちゃんだったんですけど、バーカゲラゲラゲシゲシ、あーやめてってば、おばんと言われた女の子ってひどいな。女の子を集団で足蹴にするとは言語道断、とんでもないガキどもだ。それにおばんというのはあまりにもひどい。確かにあいつらから見ればおばんだが、十分に若いし胸もでかいぞ。そこがい、立派な社会人としてはこの状況を見逃すわけにはいかないな。じゃあアクション、ガキども女の子をいじめるなど言語道断、ビシバシべきぼこなんてことをいきなりやるわけにはいかない。妄想かよこれ。お前たち何をやってるんだ。おっさんには関係ねえだろ、あっち来や。おっさん、同じですね。お姉さん一致してまんな。こいつは同じじゃねえかガキと。サバサバ、もう全年齢対象ですよ、全年齢。これいいのかこれ、なんてことをやるのも良くないぞ。あ、妄想ですね。あ、よかったよかった。ガキどもに女の子がいじめられている。タイトなミニスカと巨乳がなかなかそそらせてくれる女の子だ。とか見とれてる場合じゃないな。ダメだな。何が理由か知らないが、大勢でか弱い女の子をいじめちゃいかんな。だっつってさ、こいつ列に割り込むんだぜ。そうだそうだ、俺たち学校サボって朝から並んでんだぜ。そうですね、うん、そういうやついました、いっぱい。だからって足蹴にすることはないだろう。そうよそうよ、こんな美貌のお姉さまがお願い事、ああ、どうしちゃった。にっこり笑って入れてくれるのは日本の青少年ってもんじゃない。いや、ゲームソフトの購入に関してはあれは戦ですよ、戦。もうそんなもん許されません、絶対に。あとラーメン屋の列ね、まあ列に割り込むのはダメですよ。もうバスとかでもクソジジイがね、いきなり割り込んできてね、こうほんと俺文句言ってやったら睨まれましたからね、このクソジジイ。ほんとにあのクソジジイ、髪の毛抜いてるやろな、ほんと頭くんな。今思い出したらなんか払ってきたぞ、ほんとにあのジジイ、ほんとに。ああすいません、それでは先進めましょう、すいませんでした。あのな、あんたもいい年してガキンチョ列に割り込むことはないでしょう。ちゃんと列の後ろに並びなさいよ。だって今から後ろに並んだらきっと私の3人くらい前で売り切れちゃうわ。私このソフトが絶対欲しいの。そんなに欲しいならガード下のお店で抱き合わせて買えばいいじゃん。あ、そう、抱き合わせってのもありましたよ。そういえば昔ね、ちょっと違うんですけど、スーパーマリオブラザーズ、あの元祖の方ですよ、オレンジ色のファミコンのソフト、あれが欲しくてね、抱き合わせて買わされたんですよ。ついてきたソフトがオニャンコタウン、知ってます？迷子の子供をね探して街を徘徊する猫のゲームですよ。実はね、スーパーマリオも面白かったんですけど、オニャンコタウン実は結構面白くて、しばらくずっとやってた記憶がありますね。そういえば、まあ、そんなのも昔あったんですよ。今抱き合わせ禁止ですからね、確か。大人なんだから金持ってんだろう。大人がお金持ってるのは大きな間違いよ。貧乏な大人ってたくさんいるんだから。だって大人はボーナスもらえるだろう。はい、今もらえません。ボーナスなんて、いや本当こんな感じですよ。もう今ならボーナスもらえませんから。まあとにかく大人げないことはやめて列の後ろに並びなさい。いやいや絶対、いやもうこいつ本当なんか腹立ってきたな。なんか同じですね。何が彼女をそこまでさせるのか俺にはわからない。俺は精神科医ではないのだ。
父親が若い女を挑発し、母親が病の床に伏せり、弟は家庭内暴力で手がつけられないとかとんでもねえ妄想だな。そんな深い事情があるのだろうか。ガキどもに女の子がいじめられている。ああ、同じですね。やっぱり見ちゃいますね。でも、あれですよ、魔のバミューダトライアングルっすよ。もうこれやべえな。急いで見ると、ああダメか、俺は知らん存ぜぬことできない正義の男だ、かっこ嘘そうですね、探知君、電波君。ああこれも同じだな。どうして そんなにこのゲームが欲しいんですか。私だって夜のうちに並び買ったかった。でも私の会社はとっても給料が安くて毎日の生活で精一杯。でもこのゲームだけはどうしてもやりたかったの。なんかブラック企業か。このゲームを買うために毎日お昼ご飯をローソンのカップスープにして。だからローソンもダメだろこれ使っちゃ。お金も貯めたわ。それって単にダイエットのためじゃないの。ガキ痛いところつくね。ガキは黙ってなさい。パンチ。でお金が貯まったんだろ。それが遅刻と欠勤が多くてお給料がすごく少なかったの。何もあんなに引くことないじゃないのよ。大人の世界は厳しいなあ。ガキもちょっと同情してますね。それでも私は諦めなかった。会社から帰ってせっせと内職を始めた。ちょっと話が違うな。バラの花を1本作って5円20銭、そして最後の1本を作り上げた時、私は倒れてしまったのよ。そのまま寝こけてしまい、気がつくと発売日の朝。ああなんて不幸な女なのかしら。一体何のために夜遅くまで。確かに本当そうだな。しくしく。な、泣くなよ。しくしく。しく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 。しく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 。しく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 36じゃねえよ。アホやな、相変わらず。同じか。まだ話すかな。同じで、しく36。しく36ですよ。アホか。よくわからんが、多分かわいそうな女の子だ。俺は不幸な女の子やかわいそうな女の子を見過ごせないか。女の子は地面に突っ伏して泣いている。なんだかとってもかわいそうだ。あ、同じだ。でアクションか。あー違うな。まあムーブ。あー違う、シンクか。せえ、仕方ない、俺の買ったやつを売ってやろう。俺は俺で抱き合わせで何でも手に入れてやる。何でも手に入れられるか。てえ、よし。わかった。俺が買ったやつ売ってあげよう。いいんですか。こいつ。でもこのマンプあると表情やっぱ出るな。いいな。僕は他を探してみるよ。最悪の場合抱き合わせでもいいしさ。ああ、なんて優しいお方。うちの上司とは天と地の差があります。さあ受け取ってくれ。ありがとうございます。本当にありがとうございます。それじゃあどうもありがとう。こいつとんでもないイベントでしたね。あ、お金お金ダメだったのか。地面に突っ伏して泣いていたところだ。俺は男の子だ。そういうことはしないぞ。なんてなあなあ女なんだ。なあなあ女しかし困ったぞ。金をもらい損ねたってことは、残ってる俺は所持金で抱き合わせて買うことはできない。くぅ、最近のゲームソフトは軽く1万円を超えるからな。そうですね、あの光栄さんの出してたねスーパーファミコンのソフトが15,800円とかしなかったか。三国シリーズとか確かね。ちょっと記憶ない、ちょっとあれですけど、あの任天堂さんの出してたシムシティスーパーファミコン、あれ12,800円だったような気すんな。なんか他にもね結構軽く超えるの多かったです。確かに
いや今考えるとゲーム安いよな、基本無料とかもあるし、ただ課金してったらベラボンに高いんだよなやっぱ。な、うん、いやーゲームって昔金のかからない趣味でしたけど、今金のかかる趣味ですからね。と、なんかなあなあ女が終わったところでございますが、ちょっとね時間が来てしまったのでここで一回止めたいと思います。なんかほんと雑談多いな、すいません。それではここまでご視聴していただきどうもありがとうございました。それではまた次回よろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。うすじまでした。ではでは失礼いたします。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価をしていただくと今後の励みになります。よろしくお願いいたします。